おはようございます。こんにちは。こんばんは。文化人放送局スタッフ T です。いつも文化人放送局をご覧いただきありがとうございます。本日も文化人ニュースをお届けします。まずはこちらからです。自民党全議員376人を徹底調査。政治資金パーティーボロ儲け政治家ランキング。岸田省は1.3億円の利益で2位というふうに言われていますね。パーティー収入に関するいろんな情報が出てきております。 これでですね、えー、首相は闇パーティーもというふうに言われていますけども、一番パーティー券で儲けた方は、1位は武田良太元総務省。裏金事件課中の昨年12月にも政治資金パーティーを開き、パーティーは重要な政治活動と言ってのけた議員だ。2階派事務総長を務め、同派の裏金事件では、派閥から受けた寄付1172万円の不記載が発覚している。 武田氏は2022年に5回のパーティーを開いて収入合計は2億4110万円。かかった費用の総額は会場費、案内状の印刷代など約2054万円で差し引き約2億2056万円もの利益を上げた。利益率はなんと91.5%に上る。北田氏は2位につけた。7回開催で合計約1億5510万円を集め、 経費は約1,901万円、約1億3,609万円の利益を得た。利益率も87.7%となっているというふうに言われていますね。これほど派手にパーティーを開きまくる首相は異例中の異例だろう。それというのも2001年に閣議決定された国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範で大臣ら政務三役は政治資金の調達を目的とするパーティーで国民の 疑惑を招きかねないような大規模なものは開催は自粛すると定めているからだ。にもかかわらず岸田首相は平然と7回もパーティーを開き、そのうち6回は政治資金規正法で特定パーティーに分類される収入1000万円以上の大規模なものだった。中には収入が3000万円を超えるものもあった。大臣規範違反は言い逃れしようがない。それだけではない。この金額には本紙が報じた。本紙というのはニュースポストセブンさんですね。 星田だ、岸田首相の内閣総理大臣就任を祝う会は含まれていない。形式上は任意団体が主催で、岸田首相の政党支部や政治団体の政治資金収支報告書には収支が記載されない闇パーティーだったからだ。祝う会問題は22月6日の 衆院予算委員会でも野党に収支を開示せよと追及されたが、岸田首相は、私の事務所の主催ではないから、収支を提出する立場にないと、逃げの答弁に終始した。自分の総理総就任パーティーの収支も明らかにしないで、自民党の裏金調査などできるはずがないというふうに言われていますね。いやこれ、あの、ニュースポーストセブンさんの記事に行ったら、 あの一覧表みたいな感じで表になっているのでそちらも是非ご覧いただけたらと思うんですがで岸田首相がこうやって大臣規範を破ってパーティーしてっていうねほんでそれでこれで刷新本部長みたいな感じでされてるっていうのは本当にとんでもないことだ,ことだなというふうに感じますけども皆さんはどう思われますでしょうかそしてこちら白川さんです。安倍イズム継承へ 保守派再結成の動き、鈴木氏、岩盤支持層が鍵という漢富士を紹介して、白川さんが、安倍派の解散で憲法改正や皇位継承を重視する議員に結集の動き、安倍イズムを継承するために高市氏を中心に保守派の再結成になるかというふうに白川さんはコメントされていらっしゃいますね。で、一方で、こちら、今後の自民党の総裁選は派閥単位にはならず、加藤元 官官房長官が見解を示す自身の総裁選出馬は言言及避けるといいううふうに言われててまして自民党の加藤勝信元官房長官は BS 富士のプライムニュースに出演し今後の自民党の総裁選について派閥単位にはならないとの考えを示した自民茂木派加藤元官房長官それぞれの行動がそれ政策グループに引っ張られることは私はないと思う 加藤氏は無派閥の菅前首相が当時派閥単位ではない形で総裁になったことも引き合いに今後の総裁選は派閥に縛られることはないとの見方を示した一方で政策グループ単位での議員の動きについて当然意識はすると述べたその上で自身の自民党総裁選の立候補については直接の言及を避けたというふうに言われてるんですねこれについてはどのように見られるかいろんな識者さんに伺いたいなというふうに思いましたね そして、こちらです。安倍泉ずこへ、自民保守系動き活発化も、安倍派解散の喪失感埋められずというふうな産経の記事を紹介して、唐田さんが、負けるはずのない保守王国、群馬県で現職の前橋市長が新人野党候補に敗れるなど、仮に解散総選挙なら歴史上ありえない敗北を喫すると言われる自民党、市長初の国政選挙6連勝を成し遂げた安倍時代が嘘のようだ。ポイントはその岩盤の 保守、現実層をどう戻すかだけなのに、安倍ムを唯一継承する高市三大氏の元に結集できない自民党議員たち、新中議政治家の政権たらい回しなら、どんな悲惨な選挙結果になるか想像もつかないのだろうというふうに言われていまして、史上空前の大敗北を喫するのではないかというふうに言われていますね。ねえ、ほ国政選挙6連勝の安倍元首相の時代が懐かしいですよね。 本当おっしゃるようにその岩盤保守層現実層をどう戻すかだけなのにこの点はわからないのでしょうかそしてこちら富士日曜報道で高市早苗氏をなぜ C 国が警戒するか取り上げていた靖国参拝継続憲法9条に国,軍国防軍明記 C 国等への技術流出阻止敵基,地を敵基地を無力化する法整備とそれってどれも日本にとって不可欠なもの 逆に聞きたいなぜ政権党たる自民はこれができないのか襟を正して本来の使命に邁進せよというふうに指摘されていらっしゃいますね本当にそうですよね全部やるべきことに決まってますよね当たり前のことをおっしゃってるのにこれが当たり前じゃないような政権があるということが危機的な状態だなと思えてなりませんそして長尾さんが紹介されています大変落胆する高市経済安保相が 機密資格制度の導入と総裁選の関係性とあれ不快感あらわ。割に見る苦問だ。もっと怒り狂ってもよろしいかと。というふうに言われていますねで。この記事も見ておきましょう。高市大臣は13日の記者会見で、経済安全保障上の 機密を扱う人格の適格性を確認するセキュリティクリアンス制度の創設は自身の総裁選出場への足固めではないかとの記者の質問に対してそこまで言われると大変落胆をすると不快感を示した。高井氏はセキュリティクリアンス制度について1年半かけて心血を注いで取り組んできたと述べた上で 地味日本企業の海外でのビジネスチャンスを広げるためにも、日本の情報保全をしっかりしたものにするためにも必要な制度だと強調した。その上で、全くその他のこととは関係ないとして、自分の自身の総裁選出馬との関係を強く否定した。高市氏はポスト岸田の一人として保守層を中心に期待の声が出ており、自身を中心とした勉強会を開くなど、次の自民党総裁選に向けた動向が注目されているというふうに言われているんですが、確かにこれ、 まるで自分の成果にしようとしてる。そして、総裁選出馬につなげようとしてる。足固めにしてる。みたいな感じで、この、誰が質問したかわからないですけど、これ報道してるのは FNN ですけども、誰が質問したか分かりませんが、なんかそうやって、うん、無理やり高橋さんの印象操作をしようとしてるんじゃないかな、みたいな、そういう嫌な思惑は透けて見えますよね。で、長尾さんが、まりに見る愚問だと、もっといくら食ってもよろしいかと、というふうに提案されているということですね。 いやあ、大変落胆して不快感あらわにしたこの質問ってとんでもないなというふうに思いますね。いや、こういうメディアの印象操作には負けずに高橋さんを応援していきたいなと本当に思いますね。そしてこちら、維新衆院選新人候補に準備指示、解散最短で4月というふうに言われたようです。日本維新の会は12日、次期衆院選の新人候補を対象にした研修会を大阪市で開いた。 武田藤田、藤田幹事長は衆院解散総選挙の時期に関し、最短で予算成立後の4月、または6月の国会会期末に解散があるのではないかと言われていると指摘、選挙に備え、活動量を増やすよう指示したというふうに言われていまして、ねこの政権が変わるとしたら、維新が、 変わるのではないかみたいな、取って変わるのではないかみたいな話も出ているさなかで、このように言われていまして、維新は全289小選選挙区擁立を目標に掲げるが、現在は150兆にとどまるということなんですけども、ねこのように、えー、衆院選の、あるのではないかという指示を出しているということで、近々ありそうな気がしてなりませんね。そういう気がしてなりません。で、もう一点。 まもなくこれがあります。政府、対ウクライナ投資を促す、渡航制限の緩和案、浮上、19日に復興会議というふうに言われていまして、ついに復興会議が開かれます。 政府はロシアの侵攻を受けるウクライナの復旧復興を進めるため19日に東京都内で日ウクライナ経済復興推進会議を開く欧米に支援疲れが広がる中でも寄り添う姿勢を明確にする狙いがある日本企業の投資を促すためウクライナへの渡航制限を一部緩和する案が浮上してきた会議には岸田首相上川陽子外相ウクライナのシュミハリ,シュミハリ首相のほか両国の 企業関係者ら約300人が出席を予定ゼレンスキー大統領もビデオメッセージを寄せる国際的な機能を高めるため日本以外の G7 と周辺国ポーランドの駐日大使に参加を呼びかけている会長にはブースを設け個別に協議できるようにするというふうなことが言われていますねはいということで、えー、この点っていうのは要注意ですよね日本国民に何も言わずにガンガン進めている 何も言わずにというかね、選挙でってもいないし、ビジョンにもなかった、アメリカに押し付けられているというふうに聞かせていただいているこの件がどんなふうになっていくのか大注目だなというふうに思っております。また何かありましたら紹介させていただきます。というわけで、こっから先はメンバーシップレベル2限定の動画となります。ここから先は一般公開で扱いにくいな情報も、丁寧に扱いたいと思っております。ぜひ、えー、動画概要欄からご視聴ください。一般視聴者様、ここまでです。ありがとうございました。 というわけで、これもたくさん紹介したいんですが、本日は以上です。本日もありがとうございました。それではまた、通信最後はやっぱり癒し系動画で終わりたいと思います。本日はこちら、最強の生き物のものは猫なのかもしれないということで見てみましょう。 はい、というわけでいかがだったでしょうか？猫最強説出てきましたね。急にね。はい、私も猫星です。欲しがります。というわけで、本日もありがとうございました。それではまた。